ブリーズベイホテルリゾートスパブリーズベイホテル株式会社は神奈川県横浜市中区に本社を置きホテル業及び既存ホテルの買収再生業を営む企業である現在の法人であるブリーズベイホテル株式会社は2004年7月当時経営不振に陥っていたブリーズベイホテル市川グランドホテルの2つのホテルを 現経営人が取得、再生するところから事業がスタートした。それ以降、全国の複数のホテルを次々と取得し、自社グループのホテルとして運営している。また、直営のケーキショップも出展している。2015年モンドセレクション最高金賞を受賞した後、後ケーキショップ事業からは撤退。近年では、かつて、東急ホテルズに属していたホテルのうち、 福島東急院が、東急院としての営業を終了し、後に、当社のホテルブランドである、ホテルクラウンヒルズ福島として、再オープンしている。また、釧路、帯広、小倉の各、東急院が、ブリーズベイホテル株式会社への売却による、フランチャイズ運営の後に、ホテルクラウンヒルズ釧路、ホテルグランテラス帯広、ホテルクラウンヒルズ小倉として、再オープンした。なお 系列ホテルのグループ名称として、2012年4月1日より、BBH ホテルグループという名称が新たに使用されるようになった。また、同日より、俳優、タレントの高橋秀樹が名誉支配人に就任した。さらに、2013年5月1日からは、英樹の実の娘である、フリーアナウンサーの高橋マーサが、 BBH ホテルグループのチーフプロデューサーに就任した。当社の基幹ホテルであるブリーズベイホテルリゾート &SPA は1990年9月にオープンし地域における宿泊施設として利用されてきたが開業から時期が経つにつれ施設の老朽化等も進み一旦は厳しい運営状況となった。その後開業から14年が経った2004年7月に 現在の経営陣による運営に移行。その後、施設において、各種施策の実行等が行われ、その結果、運営状況は改善。そして、現在に至る。BBH ホテルグループでは、独自のポイントカード、ブリーズウェイポイントカードを発行している。入会金、年会費は無料で。 基本的には2000円の利用ごとに1ポイント付与され、一定のポイントが貯まると得点が申請されるというのが共通の会員サービスとなっている。なお、グループホテルで10ポイント以上貯まったポイントカードを提示することにより、宿泊する部屋の優先アップグレードのサービスを受けることもできる。また、ブリーズベイホテルリゾート &SPA 等においては、 長期以外の会員向けのホテル独自の特典も別途用意されている。ちなみに、現時点では、ブリーズベイホテル株式会社が運営するホテルの全店で利用可能なわけではなく、対象ホテルは公式サイトのポイントカードのご案内に記載されているホテルに限定されている。2017年7月現在、日本国内及び対イ,インドネシアにおいて、 計130店舗を展開。店舗一覧など、詳細は公式サイトのホテルリストを参照。ありがとうございます。